ダメージなかったのに、ダメージがあるふりをし始めたっていうふうには当然、まあ見る人はわかんないんで、まあもちろん。うん、顔面でも効かされてますし、その完全に飛んでるんで、あれを処理多し分ようでし休もうょ。としてるんじゃないのかな、とは思うけど、1分2分ってなってきた時にもう、その時間が経つにつれてもダメージがすごいでかくなってたっていう。まあ、結果は、まあノーコンテスト、2ラウンドノーコンテストってなりましたけども、まあ、自分としてはもう、自分の負けだと。ダメージがね、自分のが圧倒的にダメージをもらってますね。まして、顎の骨折っていうのは多分つか絶対、カシメルのパンチなんで、そのダメージの部分でもやっぱ向こうのが全然ピンピンしてたと思いますし、そのルールっていう部分はもう自分が KO 負けなのか、ノーコンテストなのかっていうのは全然わかんない。そこまでルール勉強してるっていうか、そういう状況がね、44戦、40戦以上してるけどなかったから。